満州国円、満州国円、ミズルス国円、満州国円は満州国で流通した通貨である。通称は国幣。満州中央銀行が発行した。1932年、大同元年に建国された満州国は、それまで軍閥政権が東三省で独自に発行していた貨幣を統一、平成統一するにあたり、満州中央銀行法。 大道元年6月11日協領第26号を交付して、島中央銀行を設立し、新貨幣、通称国兵を発行した。満州国兵は中華民国の通貨と同じく銀本位制でスタートし、現代用遠征外ドル、孫文ドルと呼ばれた銀円と投貨とされた。しかし、1934年安森元年6月に、 アメリカ合衆国で銀海上げ法が成立すると、世界的な銀行動を引き起こし、中国大陸から銀が流出するようになったため、満州国金融当局は1935年、安則2年4月、満州国兵の銀リンクからの離脱と、日本円へリンクする政策を採用し、同年9月に日本円と完全に投下となった。同年11月4日、 日万両政府による万費交替相場投下維持に関する声明を発表し、日本円を基準とする管理通貨制度に移行した。この他主要都市の満鉄付属地を中心に、関東州の法定通貨だった朝鮮銀行発行の朝鮮銀行券金票や横浜賞金銀行発行の横浜賞金銀行券商標も使用されていたが、1935年、 昭和10年11月4日に日本政府が満州国の国平価値安定及び平成統一に関する権を閣議決定したことにより満州国内で流通していた日本側銀行権は適当な時期に国平に統一しこれを実現するために満州国内での朝鮮銀行の営業に対して必要な統制を加え横浜賞金銀行権の発行禁止措置を取り 日本側官民の国兵使用を推奨し、関東軍、南満州鉄道は可能な限り国兵で支払うように努めるとした。これにより金票、商票は回収され、満州国内の通貨は満州国兵に統一された。1945年、安典12年8月18日に満州国が解散し、同年8月20日に満州中央銀行が赤軍、 ソ連軍に接収された後も、ソ連軍発行の軍用手表、軍票や国民政府の法兵、東北流通券よりも信用高く、その後もしばらくの間、東北流通券と同価値で流通していたが、1947年、民国36年春に一定期間内の届け出交換方式による東北流通券との同化交換が実施され、以後、 満州国兵の流通は禁止された。1948年、民国37年、約12億円の満州中央銀行券は、東北銀行地方流通券に交換された。満州国の貨幣の発行は、貨幣法、大道元年6月11日協領、第25号で定められた。後に、中華、高貨で使用していたアルミニウムが不足するようになり、 中華の代用として、小学紙幣発行に関する件、安森11年8月14日直令第224号を交付して、小学紙幣がマグネカ発行に関する件、安森12年2月5日直令第6号を交付して、マグネカが発行されている。なお、新様式の貨幣を発行する際は、満州中央銀行の発行する貨幣の様式並みに、 製造発行村兵引き換え及び焼却に関する件、大道元年7月2日協領第46号第3条の規定により、発行期日の1ヶ月前には広告するとされ、満州国政府広報、後に政府広報に、海外に、満州中央銀行広告として、発行貨幣の発行日と、額面、表面、裏面のデザイン、寸法のほか、紙幣の場合は、用紙、 録入れと印刷職の詳細、効果の場合は重量及び品位が記載された。1932年、大道元年6月に交付された、貨幣法、大道元年6月11日協領、第25号で、満州国の貨幣が規定された。以下は、交付時の条文である。第1条で、貨幣の製造及び発行の権限は政府に属するが、 満州中央銀行が代行するとされた。第2条で、純銀2 3 9 1ムが価格の単位とされ、通貨の故障は窓化とされた。続く、第3条で、通貨単位は重心法表記が採用され、1円イコール、重角イコール100分イコール千輪と規定された。第4条で、貨幣の種類が九種と規定され、紙幣は100円、10円、5円、 一円、五角の五種、硬貨は、白銅貨幣が、一角、五分の二種、青銅貨幣が一分、五輪の二種とされた。なお、1939年、安則六年の改正で硬貨の材質に関する、表記が削除され、硬貨は、一角、五部、一部、五輪の四種と規定された。第五条で、貨幣の強制通用力が規定されており、紙幣は、無制限。 中華、高貨は百枚まで宝貨として通用するとされた。第六条で、一角及び五角の白銅貨幣、一分及び五輪の青銅貨幣の両目、素材及び品位が定められていた。続く第七条で、貨幣の様式、製造、発行、損幣の引き換え、焼却に関しては、協量で定めるとされていたが、1939年、安則六年の改正で、 第四条の改正と同時に、第六条が削除され、第七条を、第六条として、貨幣の様式、製造、発行、損兵引き換え及び焼却並みに中華の素材、品位及び、両目にぜきしては直例をもって、これをテーに改められるとともに、以降の各条が繰り上げられた。第八条で、著しく汚れたり摩耗、既存した貨幣は、 額面価格により手数料なしで、満州中央銀行で引き換えを行うとされた。ただし、第9条で、中華については、模様の識別が難しいものや、私的に極印した、故意に既存したと認められるものは、貨幣価値を失うとされている。第10条で、満州中央銀行は、紙幣発行に際して、その発行口の3割以上に相当する銀海、金海、 確実な外国通貨、外国銀行に対する金銀預け金を保有することで発行準備額としている。また、第11条では発行準備額を除いた紙幣発行口に対しては、公際証書、政府が発行、保証する手形、その他確実な証券、商業手形を保有することで信用を担保した。第12条で満州中央銀行は紙幣及び、 中華の発行後、準備の増減を記した、水道日報と毎週平均公表を作成して、政府に提出するとともに毎週平均公表を広告すると規定され、一般に対しては、週1回、毎週平均公表を、満州国政府広報及び政府広報に広告した。第13条で、政府は、満州中央銀行に対して、 貨幣の製造及び発酵を監督することを定めており、管理官は何時でも貨幣の発酵庫、未発酵庫及び帳簿を検査することができるとされた。第14条で従来流通していた中華及び紙幣に関しては、旧貨幣整理、法、旧貨幣整理弁法の定めることによるとされており、百三十二年、大同元年七月に施行された旧貨幣整理弁法、 内道元6月27日協領第37号により、旧紙兵15種は2年間、一定の換算率で進化兵と同一の効力を有するとされ、旧中華、法天省1新道元は5年間、進化兵の1分制動下と同一の効力を有するとされ、それぞれ期間満了後はその効力を失うとされた。これらの旧可兵は、満州中央銀行の総分資行で進化兵と、 引き換えるとされ、流通期限満了の1934年、安森元年6月末までに93.1%の回収率を示した。それでも、約1000万円の未回収分があり、所持者の利益保護のために、旧紙幣打館の件安森元年5月22日財政部布告第6号で、交換期間をさらに1年を延長し、 最終的には97.2%の回収率を達成した。なお、グラムの漢字表記は制定当初は日本語と同じ、瓦が使用されたが、1933年、大道2年4月の貨幣法中改正の件、大道2年4月19日協領、第22号で中国語の公文に改められ、1939年、安のり6年10月の、 貨幣法中改正の件、安則6年10月12日直例、第265号で、再度、河原に改められている。上記の通り、貨幣法、第2条で、純銀 23.91g、現代用の純銀量の価格を基準として、窓かと規定されているため、制度上は、銀本位制に相当するが、条文に打扱に関する規定はなく、同第4条にも、 本位貨幣の銀貨の規定が存在しない。そのため、当初から銀にリンクする管理通貨として発足したと、されている。1944年、安森11年8月に交付された、小学紙幣発行に、関する件、安森11年8月14日直例、第224号で、中華の代用として、小学紙幣が発行された。第1条で、 政府は中華に代用するため、臨時、必要に応じて、満州中央銀行を通じ、一角、五部、一部の小額紙幣を発行させることができると規定され、第二条で中華と同様に、小額紙幣は100枚まで放課して通用するとした。第三条で、本法記載以外の事項は、貨幣法、大同元年協領、第25号の定めによるとされた。なお、 同時に広告された、一角小学紙幣に関する満州、中央銀行広告で、本小学紙幣派記号、のみ都市番号派のオフ、セスとあり、小学紙幣は記号のみが記載された。なお同広告では、紙幣を意味する、件ではなく、小学紙幣と表記して区別している。この法規により、一角、五分の小学紙幣が発行されている。1945年、 安典12年2月に交付されたマグネカ発行に関する件、安典12年2月5日直例第6号で金属製中華の代用としてマグネカが発行された。第1条で政府は中華に代用するため臨時必要に応じて満州中央銀行を通じ5分及び1分マグネカを発行させることができると規定され、 第2条で中華と同様に100枚まで放火として通用するとた。第3条でマグネカの主成分は軽焼マグネシア、マグネサイトを調整した酸化マグネシウムとされ、両目は5分マグネカは 0.9g、1分マグネカは 0.62g と規定された。第4条で、本法記載以外の事項は、貨幣法、大同元年協量、第25号の定めによるとされた。 なお、マグネサイトが使用されたため、日本貨幣カタログ等で、マグネサイト化と記されることもあるが、本条文の通り公式表記は、マグネ化である。満州国の通貨単位は、貨幣法、大同元年協領、第25号により、窓化とされた。円以下の通貨単位は、当時の中国の単位に合わせて重新法が採用され、1円イコール。 十角イコール百分イコール千輪、おさむとされた。英文表記は、窓川、ゆあん、角は、チやオふんは、フェンインは、エルアイだが、五角紙幣は、ゴチやオではなく、五十ンと表記した。同様に、アラビア数字で額面が記された、一角アルミニウム貨幣も、一角イコール十分を意味する、十と記されている。なお、当時の中華民国の銀 および現在の人民元、台湾元、香港元と同様、中国語では、マドかを、元と略記していたが、満州国内および、日本では、満州国の通貨を、マドか、中華民国の通貨を、元と表記して区別した。また、日本円、朝鮮銀行券と区別する場合、満州国円は、国幣、日本円は、日金、日本金病と表記して区別した。 通貨記号は、日本円の通貨記号と同じ、円、円記号が使用されたが、日本円と区別するため、満州国の英文等文字の、M を冠して、M 円と表記した。満州中央銀行券、中銀券は、発行、改正された順により、改造券、交合券、お都合券、併合券、閉改め券、定合券の6種類に分類される。紙幣の額面は、 貨幣法、大道元年6月11日協了、第25号第4条に基づき100円、10円、5円、1円、五角の五種が発行され、後に、小学紙幣発行に関する件、安り11年8月14日直令、第224号に基づき1、閉合券、5分、長合券が追加された。中銀券は、 日本の内閣印刷局に製造が委託されていたが、大東亜戦争、太平洋戦争における日本軍の占領地域の拡大とその地域で使用する各種紙幣の製造が優先されたため、中銀券の製造は後回しにされた。また、紙幣輸送で使用していた寒腐連絡船がアメリカ海軍潜水艦の脅威にさらされたため、満州国の経済当局が日本の陸軍、大東亜、 大倉の各省と接触した結果、満州国が必要とする紙幣は、満州国内で製造されることになり、1944年、安森11年に、内閣印刷局や、突板印刷、大日本印刷の各社から、王藩、突藩、平ら王藩等の印刷機械数十台を譲り受け、満州帝国印刷省、局で印刷が行われた、平改め圏。 紙幣で使用する用紙は、吉林特殊製紙と、満州豆缶パルプを直轄の製紙工場として、パルプに在来の中銀券を溶解して回収した三つ股を混入したものを使用した。大東亜戦争の深刻化により、満州国内でもインフレが進み、紙幣の使用量が急増したため、新たに千円券の製造に着手したが、途中で終戦を迎えたため、実際には使用されなかった。 紙幣の表面右上及び左下にある短い数字を記号左上及び右下にある長い数字を番号と呼称した。発行当初は番号は1記号ごとに90万とされていたが直後に1記号ごとに100万と変更された。その後、経済部大臣が定める経済部令で紙幣の番号が規定されるように変更され1941年、 安森八年七月の満州中央銀行の発行する紙幣の番、公に関する件、安森八年七月二十六日経済部令、第四十二号第一条で満州中央銀行の発行する紙幣に、波ん項を突きすただし,し、四五角紙幣につけて、箱れの限りに、在らずと五角紙幣については、番号なしでの発行が認められた。同、第二条で、 番号は一記号ごとに一番から百万番までとされたが、紙幣の印刷中に番号が欠如し、補充のために印刷した紙幣については、当該欠如番号に変えて、順次百万番を超える番号を付すことが可能とれた。さらに九百四十四年、安則十一年十二月には、新たな経済ブレーとして、満州中央銀行の発行する紙幣の記公及び番、公に関する件、 安則十一年十二月十九日経済部令第八十六号が定められ、同第一条で、満州中央銀行の発行する紙幣派一期、項ごとに百万万枚また、派五万百万枚とすと一期号ごとに百万枚または五百万,万枚に変更された。同第二条で、満州中央銀行の発行する紙幣に、派番公を付きすただし経済部大臣の認可を、 受けたる場合はこれの限りに、在らずと互角紙幣以外の紙幣についても、番号なしでの発行が認められた。また、同第3条で、番号は1記号ごとに1番から100万番または500万番までと、されたが、紙幣の印刷中に番号が欠如し、補充のために印刷した紙幣については100万番または500万番を、超える番号を付すことがカットされた。 内閣印刷局で製造された紙幣には着色繊維が混入されているほか、五角券以外の広報券には、銀本位の額面と、図形、一円券の場合は、銀一円の文字と、小白模様、一百円券の場合は、銀、一百円の文字と竜の六乳と透かしが入れられている。おつ合券以降で肖像がある紙幣は、人物を突露く、透かしが施されている。 満州帝国印刷省局で印刷が行われた紙幣には当時河北で米中連合軍が中国連合準備銀行が発行するネ銀券の成功な偽札を空中散布してインフレを激化させていたことに対処するため田方増造大陸科学院副委員長の尽力を青に内蒙古地区の塩好みに生える藻を着色し用紙にすき込んで偽造防止策とした 以下は、紙幣の一覧である、改造権と、小学紙幣を除き、裏面中央下部に、この表を意挙見つるす国政府、お大道元年6月11日施行の例、第25公貨幣法事発行者、この表は、満州国政府大道元年6月11日施行の、協量第25公貨幣に依拠して発行せるものなり、と発行根拠が記載されている。貨幣法、 大道元年6月11日協領第25号の下、満州中央銀行は硬貨の製造発行も認められており1933年大道2年5月20日にそれまで流通していた硬貨に代わる新たな硬貨が発行され旧硬貨は暫時回収された中華の種類額面は貨幣法第4条で素材品位及び両目に関しては 同第六条で定められていたが、1939年、安則6年10月12日の、家庭法中改正の件、安則6年10月12日直例、第265号により、平法第四条から中華の種類が削除され、同第六条で規定されていた中華の両目、素材及び品位に関しては、直例をもって、これをテーブと修正され、新たに、中華の素材、 金及び両目に関する件、安のり6年10月12日直令、第266号で定められることとなった。これにより、新様式の効果を発行するごとに直令の改正が行われたが、貨幣法は改正されなかった。発行当初、一角五分の白銅貨、銅とニッケルの合金二種が定められ、1933年、 大道2年5月20日に発行された。続いて、一文、氷の青銅貨、銅と鈴の合金2種が定められ、1933年、大道2年8月1日に発行された。1939年、安則6年10月12日の貨幣法改正と、中華の素材、比に及び両目に、関する件の制定により、アルミニウム貨が追加され、同日の 政府広報で新様式の一角、5分の白銅貨2種と、一分、アルミニウム貨、五利用銅貨、銅と亜鉛の合金が広告されたが、このうち5分白銅貨と五利用銅貨は、発行されなかった。翌1940年、安のり7年8月1日に、中華の素材、火に及び両目に、関する件が改正され、同日の政府広報で一角、 5分後リアルミニウム化が報告されたが、このうち5リアルミニウム化は発行されなかった。なお、これらの高カリ面の国名表記は、大満州国となっている。その後、大東亜戦争、太平洋戦争が激化して、日本では航空機製造に欠かせないアルミニウムが不足するようになり、満州国もアルミニウムの確保に協力するため、1944年、 安森11年1月に、それまでよりも小型、軽量化した、信用式の一角、五分、一分、アルミニウム化を発行して、急降下の改修を実施した。その後、アルミニウムに代わる地金を検討することとなり、大石橋産のマグネサイトから取れるマグネシウムが採用された。1945年、安森12年2月15日に五分、一分、マグネ化が発行された。 なお、1944年、安則11年1月以降に発行された、新興仮面の国名表記は、満州帝国に変更されている。1944年、安則11年5月に、セラミック製東化が試作されたが、量産が難しい等の理由で断念している。この試作品の実物は、吉林省弾安館、公文書館の満州中央銀行関連資料に、 収蔵されている。満州国で発行されたすべての硬貨は、法天使の満州中央銀行造兵賞、現在の信用造兵賞で製造された。1932年、大同元年12月、満州中央銀行は、財務部から旧法天商造兵賞の払い下げを受けが、満州事変後1年以上も、機械を稼働させておらず、設備も古かったため、 大阪の造幣局から造幣技師及び熟練校を招兵し、新型機械の購入及び譲渡等により工場を再整備した。1933年、大同2年3月20日、満州中央銀行造幣所を正式に設立し、5月1日より新硬貨の製造を開始し、5月20日から発行を行った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。